台湾車両の工場で大鉄 EMU700 型電車と並ぶ、機上早運線型、東園早運線型電車は2017年から、台湾の東園早うで運用されている、通勤型電車。交通部高速鉄路工程局によって発注され、東園機上早うで運用されている。日本の川崎重工業とその技術移転を受けた、台湾車両によって20編成80両が、 製造された。川崎が第1編成及び増備車となる、第18から20編成を、台湾車両が残り16編成を担当している。は2011年7月29日に、神戸港から発送され、8月3日に、台北港に到着、現地生産の初回分1102、1402から1117、1417は2012年12月に落成している。 造備車の第18編成は2015年9月3日に台北港に到着している。編成長は約82メートルで4両編成。床面高さは113.3センチメートル。客室内天井高さは205.0センチメートル。先頭車運転室窓周りからコーポレートカラーの青が側面に向かって伸びている。側面上段の帯は運転室横の 客室扉直後から紫色に変化する。旅客案内上も普通車は青で統一され、直達車の紫と明確に区別している。連結機はすべてドイツホイト車制で、両戦闘車はシャルフェンベルク式連結機、中間部は繁栄旧式。車体や機器構成などの基本設計は、同線で直達車として運用されている2000型と共通。 未成線となった前身の中小機場早運を受け継いで、急曲線や急勾配の多い機場線の線形に対応するため、全車両電動車となっている。台北都市運や高尾都市運と同じく標準機、第三機場方式の車両が採用された。主電動機は一軸あたり1 8 5キロワット。台湾メーカーの鉄城模型より、海力車が宝富より、 台湾国内限定でプラレールがそれぞれ販売されている。ありがとうございます。